BART プロジェクトは、レポーティング機能とビジネスインテリジェンス機能をアプリケーションへ提供するオープンソースソフトウェアプロジェクトのこと。BART は、Eclipse Foundation 内のトップレベルソフトウェアプロジェクトの一つ。プロジェクトの明確なゴールは、デスクトップアプリケーション、エンタープライズ規模のレポーティングから多次元のオンライン分析処理に至る広範囲なレポーティングニーズに応えること。開始当初、 このプロジェクトは開発者が容易にレポートを開発しアプリケーションへの組み込みを行える機能の提供にフォーカスしていた。このプロジェクトはバートデベロッパーセンターのユーザーで構成されるコミュニティまたは eclipse.org のバート、プロジェクトページにおける開発者によってサポートされている。バートには主に2つのコンポーネントがある。1つは b ー r t レポートを作成するための Eclipse IDE に組み込まれたビジュアルなレポートデザイナー。もう一つはあらゆる Java 環境にデプロイすることができるレポートを生成するランタイムコンポーネントである。b ー r t プロジェクトにはチャートエンジンも含まれている。チャートエンジンはレポートデザイナーに完全に組み込まれており、チャートをアプリケーションに組み込むためにスタンドアローンで使用することもできる。 バート、レポートデザインは XML 形式で保存され、SQL データベース、JavaScript での記述、テキストファイル、XML、Web サービス、ポジョ、Excel ファイル、Edupe Hive、Mango Dove といった多くの異なるデータソースにアクセスできる。バートプロジェクトは、Actuate 社が Eclipse Foundation に2004年8月24日、ストラテジックデベロッパーとして加入した際、 同社によって、初めて提案かつスポンサーされた。プロジェクトは速やかに承認され、2004年10月6日に、エクリプスコミュニティ内のトップレベルプロジェクトとなった。プロジェクトのコントリビューターコミュニティには、イナベントソリューションズ社、IBM 社、イネットソフト社が名を連ねている。初期のコードベースは、2004年初頭に、アクチュエート社によって、設計と開発が開始され、 プロジェクトが承認を得た段階でエクリプスファンデーションへ寄贈された。ありがとうございます。